ねフ <laughs> いやほ,ほんなんかの覗き見み,みたいな感じなんですね、うん、いけない感じがいけない感じが何飲んでんだろうなこれなんか今ウイスキーが入っていくじですか飲みたいハイボールあ確かにあもう飲んでもいいんですね今日はねもう飲んでいいんですね最高ですね<今は> <laughs> お酒飲まれますか僕生まれが新潟なんですよあ そうなんですね日本のボルドーですからおしゃれ日本酒からワインから最最近ウイスキーもズブズブになんかはまってますわかりますんか若い時はハイボールとか割ってたんですけど最近美味しいウイスキーとかそういうお酒はもうそのまま氷でロックでいくみたいな僕もそうですね美味しいですよねそれで飲んじゃうみたいなやっぱ木のまま行くのがいいですねいいですねはい 喉に当てるように。あかる焼 <laughs> けちゃうみたいなやつ。<laughs> <laughs> そうなんですよね。でも、仕事がこう喉を大切にしなきゃいけないとか。いや、もう。<laughs> もう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 駆使して駆使してなんぼみたいなぐらい飲んでますよああじゃあもう鍛え鍛えまくるって感じですね鍛えてますもう朝起きた時声、うん、ああみたいな感じになるけど、ええ、でも15分ぐらいしたらすぐに治ってくる治ってくるんでもともと喉は強いみたいなああいいですね、まあ、でも歌う前はあんま飲まないですね、うん、はい歌う前からいや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 まだまだ <laughs> 大事にした方がそうですね、うん、なんか不思議な感じしますね そうですよね。初めましてで。初めましてなんですよね。ちょっとね、照れくさい。<laughs> <laughs> すごい照れくさいんですけど。曲に。行きますか。行きますか。聞きたいです。石原さんのおすすめの曲。はい、この歌ですか。はい。これどういうチョイスの。のこれはですね。ギミシェルターっていうローリングストーンズが千九百七十二年ぐらいのアルバムに入ってるんですけど。はい。ジミシェルターなんで、あの、うん、避難所をくれってことなんです。うんうんうん。 で歌詞はあの「このままじゃあ俺ら吹き飛ばんでしまう」「だから避難所をくれないと俺は消えちまうぜ」って言ってでその後が、えー、っとが「一発の銃声で全て変わるんだ子供たち分かっとけよ<ー>戦争も何もかも一発の銃声で変わるんだ」って言ってかっこいいその後は「洪水がやってくるぜ <laughs> あの俺は溺れちまうぜいいみたいな。<laughs> いや,やっぱり一発の銃声で全て変わってしまうんだ <laughs> 子供たちは戦争は一発の銃声で起こるんだへえ<ー>という歌詞で,で3番目が「<laughs> でもなあの教えてあげるけど、あのー、一発のキスで全ても変わるんだ」って,って <laughs> 一発の銃声で世界は変わるし一発のキスでも世界は変わるっていうそれ,それすごいかっこいいなと思うんですよあのすごい平和のことを歌ってるんですけど。 なるほどそういったことを聞いてから聞くとまたイメージが変わりそうですね、はい、なんかねこの,このお芝居やってる最中に、はい、この曲よく聴くようになったんでへえ<ー>、はい、ありますよねそういうテーマソングといいますかそうですよね私も今日あの持ってきてる曲がそ,それ同じなんですよね同じ感じですか同じ感じで恋愛の曲なんですけどはいあじゃあ石原さんの曲をお聞かせくださいはい <laughs> このは 曲中にめっちゃ熱唱するっていう。そうですね。大好きですから自由ですね。<laughs> なんか、初対面の印象とだいぶ変わったんですけど。そう,そうかすんごい自由な人なんだなっていうのがそうですね。はい。まあでもそんなね、あの、ちょっともやっとしてることがありまして、一つ質問なんですけど、はい、そんな自由な石原さんが、編集者じゃないですか、本当に、ね。そうなんですよ。もう本作るのが本業ですからね。ですよね。はい、なのになぜ、今回、 お芝居ををすることになっったのかっていう経緯をそうですねまあ平間さんが声をかけてくれたっていうのはあったんですけども、はい、えと僕もあの編集者なんであの小説とか作るとそれを原作に映画であるとか演劇でやるとか、うん、僕もあのかもめ食堂」っていう映画のプロデュースしたりとか<ー>あと去年だったら「リボルバー」っていう原田マハさんの小説をパルコ劇場でやったりとか、はい、プロデューサー的なことは まあやることもありますんでそれで、まあ、昔あの村上隆さんの映画で「トッパーズ」っていう映画がありまして、はい、それはあの2人の SM 嬢、まあ、SM 嬢を巡る話なんですけどもそこでお客の役で出たりとか SM のですねうんあ <laughs> そうなんですね、はい、じゃあそういった役はやられたことはあるっていう 20年って結構前ですよはいで SM のお客で首を絞められて死んで生き返る役とかやってたんですけどいや結構パンチ効いてますよ <laughs> それ <laughs> それでたまたまそれがあのー、海外でもよくあのー、公開されるようになってたまたまイタリアに、えっと、吉本ばななさんで行ったことがあって、はい、えー でその時に吉本さんんが記者会見を受けてたんですよ吉本はその時ものすごくイタリアの人気あったんでうんそしたら記者たちがなんかざわざわってこっちの方僕の方向くようになっちゃって <laughs> で当時イタリアで、えー、とトッパーズは、えっと「東京デカダンス」っていうタイトルで当時「の氷の美少」っていう映画があった、はい、あれ大ヒットしてたのがあれよりも公開関数が多かったんでえー、あそうなんですね。でまあちょっと見た記者もいて でなんか質問とかされたことがあったんでたんですねそ,うその時の喜びは忘れられずに<や>今回またすごいやっぱ海外の人ってそれこそ全裸監督でね<ー>山田孝之さんがうん、うん、ハワイで買い物してたら「ネイキッドディレクター」とかって言われたって言ってますけどすごくよく見てますよねそうですねなんかあの愛情を持って見てる感じしますよね、うん、作品みたいに対してね,そうですねちょっと違いますよねうん、うん それが大体のきっかけきっかけっていうかなんか思いとしては <laughs> あったのかなあったあその時になんか違う高揚感を得たっていうことですかねそうなんですよでそのトッパーズっていうのがシシリア島の映画祭で銀賞をもらったんです、ねうん、へえすごい でもう亡くなっちゃったんですけど<本>デニス・ホッパーっていう、はい、アメリカのなんかちょっとあのイージー・ライダーとかの映画ででた人が審査員で「うん、ああデニスも俺の裸を見て死んだんだ」と思って <laughs> <laughs> その後思ったりとかして <laughs> <laughs> ウケるマジで <laughs> そんなこともありましたねでも20年ぶりにねそうですね20 20 20 25年ぶりぐらいに25年ぶり、はあ すごいなあ。あんまり恐れずにこういろんなものに飛び込んでいくタイプなんですね。そうですね。そうしないと新しいことやらないとあんま変わらないじゃないですか。日常でなんか新しいことを常に挑戦したいとかそういったことは心がけてるんですか。うんと心がけてますね。あの出版なんかもいろいろ厳しくなってるような状況なんで。うん、そうですよね。いろんなメディアと結びついたりとか、はいろんな配信と結びついたりとか。うん、ただ紙にす たものを売るだけってけ発想じゃダメなんで、うん、そういったことでは新しいことはやりたいと思ってます、うん。やっぱコンプライアンスがどんどん厳しくなってるじゃないですか。多様化すればするほどいろんな人が意見を言える時代だし、うんうん、だからそこの線引きをこういかにやっていくかっていうのはそうですよね。 難しいな。私たち側の出る側もすごくこう。あそうでしょうね。昔はツイッターで大暴れしてたんですけど、うん、もうできないというか、<laughs> 大人にしょっちゅう怒られてたんですけど、あんまりなんかできなくて、おはようみたいな感じで終わるみたいな。うん。田、ま、さ、あ、ん、でもどっちかっていうと、役者の方に行きたいっていうか、とも、はい、に歌をやりたいとか。 そうですね。やってて楽しいのはお芝居なんですよね。その正解がないものに挑んでい,いけば行くほど自分のことも好きになれるし、んなんかそれが面白い。 あでもそうなんですもう基本的になんか自己肯定感低いタイプではあるので、うん、役を通してこう自分の好きなところだったり嫌なところを見つめ直す機会になったりとかするので、うん、それ役を通してこう自分が見れるって と言いますかすごくこう向き合える機会をいただけるので、うん、演じるのはすごい楽しいなと思いますそうですよね、うん、この前あの「雨に歌えば」っていうお芝居が来てて、はいうん、であのコロナ禍で50何人イギリス人がやってきて雨がんがん降らしてるやつですよね、はい、あれどうなってたんですかねもうザバザバ降ってきてき 何度もザバザバ降ってきて休憩があるためにみんなモップで拭いて水をどかしてたようなじ,じゃあ最前列ぐらいはもう飛んでるみたいな感じなそうそうそう,そうすごいでみんなレインコートかぶながら見てたような感じええアトラクションですね であれなんか見ててもそうだしえっと僕インパクトとしてはそうやって「ローリング・ストーンズ」のコンサートみたいなインパクトを受けたんですけどやっぱりイギリス人とかって演じるのうまいなって感じがするんですよね。なんかあの肩の力抜いてる感じと言いますか演じてるけど演じてないがすごいですよね。自然に異様なこととをやっててるみたいなかるかかイギリス映画見でカメラし 回ってるなそう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 あれ何なんだろうなってあのロックバンドなんかもビートルズかクイーンとか様になるじゃないですかうん、うん、でもアメリカのバンドとかだとみんな,なんか寝,寝るシャツのチェックが来てだみで「ホテルカリフォルニーは」とかそん <laughs> な感じですけどやっぱり、うん、そうですよね、はい、日本だとね結構そういう自由さってあんまり、うん ないじゃないですかそうです、ね、あの一回ブラザートムさんとご一緒させていただいたんですけど、はい、トムさんがもうすっごい自由であれぐらい肩の力抜いていきたいなって<ー>ミュージカルでご一緒したんですけど言わなきゃいけないセリフ言わないんですよ <laughs> きっかけきっかけ,っかけみたいな「トムさん今きっかけセリフですよ」<laughs> みたいな感じですごい見てたら「ああ」みたいな感じ本番もですよ <laughs> 自由すぎ,自由,すぎ自由人,自由,人自由演劇 でもそれぐらい自由でやりたいいなって思いますよね、うん、でも演じるってことってなんかこうそうですねうん、うん、やっぱり楽しいっていうのはそうですけど基本的にこう日常の中で逃してる気持ち感情だったりとかうそういったポイントが役を演じるってことはセリフを言うってことは目的があるのでうん、うん、嫌だって っていうってことは嫌だって思った瞬間が二三ページ前にきっとあるはずなんですよ。でその目的っていうのをたどっていくとやっぱりこう台本がすごく立体的になってくるのでなるほど勉強になんだいやいやいやそういうことをこう <laughs> 台本の中で考えてると日常の中でも、あ、私今こう思ったから、うん、多分10分後にこのセリフ言ってんだなとか。ああ、ええー、ほう、すごいいやいや、<laughs> なんかそこ、なんだろう、台本を通して自分の人生もかなり立体的に意味があるんだなって思うと、うね、自分をこう観察する機会になったりして、すごくこう、面白いですね。そうですよね。うん。そういうの 普段でき,できたら幸せですけどねなかなか難しいのかな、うん、退屈しないですよねな、うん、なかなかでもやっぱり自分の中にあるものが分かってくるような感じですね、うん、根拠の、まあ、分かれば分かるほど、うん、もう結構へこむこともありますけど、うん、まあ「へこむ」って単語が出たんでちょうどね私次の曲が宇多田ヒカルさんの「バッドモードっていう曲をご紹介したいなと思って<ひ>今日あの持ってきたんですけど、うん 宇多田さんがなんか配信してる時に、もう私さ、嫌なことあったらさ、もう最近すごい嫌なことあって、みたいな。もう何もしないのとかって言って。あんだけ天才で奇才な方でも嫌なことがあるともう何にもしなくなるときあるんだって。で、今回バッドモードっていう曲も、あの、一人の主人公の人、まあ男性か女性かわかんないですけど、いつも優しくて元気な君が、なんか元気ない。でも、声をかけていいのか、かけない方がいいのかわからない。 で、なんか、わかんないけど、とりあえず、ゆっくり自分の人生楽しもうよっていう曲なんですけど、うん、すごく、今回私、舞台やってる間に、毎回テーマ曲作るんですけど、<ー>今回このバッドモードっていう曲が私のテーマ曲になっていまして、るゆるーく自分らしく生きようって思える曲ですので、うんうん、ぜひ歌詞に注目して、聴いてもらえれば嬉しいです。はい、いいわ。いいですね。いいわ。 でもこの気持ちよくわかる感じですよね言っていいのかどうなのかみたいなねそうそうそう言っちゃいますけどね <laughs> ね結局ね <laughs> 女子でもありますよこういうのありますかなんか余計なお世話にならないかないみたいないや宇多田さんの歌詞はなんか本当にストレートにこびずに伝わってくるんでああそうですよねなんでこんな言葉いっぱい入ってくるんだろうってう,ーんうん 新しい曲なんですねそうなんですよ。感想もねだいいぶ長いんですよあだから多分その感想の間でその変化とかそういったものを多分表現してるんだろうなってその歌ってる側もそうだし相手に伝えたのか伝えてないのか分かんないんですけどその描写を多分この感想で描いてるんやろうなっていう。やっぱ音楽って で救われますよね。リセットされるし。そう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 。うあの全然気分が変わっちゃいますからね。んなんか揺らいでる感じでやりますか。うそうですよ。水面のように。<laughs> 思ってた人と違う、石原さん。どう、どう、そうなんですかもっとなんか、かっちり、あよろしくお願いします、みたいな感じかと思ったら、はーってなんか、いらいら感じみたいな、イメージと違う。人って、1時間もあれば、イメージこんな変わるんですね。そうですよ。いや、よかったです。おしゃべりしやすくて。うん。まさらな、上手なんだもん。 何がですか？お話やいや好きなだけですよ。そうですか？はい興味ないときはもう黙り込んじゃう。黙、ま、り込んじゃう。<laughs> う好きなんですよね話す話すこと食べること飲むことえ食べ物一番何が好きなんですか？えー、<laughs> 聞いちゃいます？なんだろう。 でも基本的に塩辛いのが好きですあの酒飲みだなそうんかね男子飯が好きで茶色っぽい感じ茶色いの大好き餃子とか唐揚げとかカレーとかうんコロッケとかコロッケね美味しいですよね商店街とか普通にメンチカツとか買って帰りますもん串カツとか最高うん何食べますいつも昨日は串カツあそっか田中にねそうなんです一人田中稽古の後の最高ですねのの帰りは がピッタシって、会社のやつにラインを送ってます。<laughs> <laughs> そうなんだ、自炊とかするんですか。自炊はあの一応、あの、うちもそうなんですよ、大阪前の妻がいましてです、ね。はい。えそうなんですよ。あの、よく日曜日とかたこ焼きとか作って。前前で使うか,かけて食ってますね。ね、えー、いいな、やっぱ作るんですね、たこ焼き。たこ焼き作る、粉物大好きですね。えー、お好み焼きとか。 お好み焼き私もこの前食べたくて食べに行きましたわ。作らない作らないですね。でもたこ焼きはこの前、それこそ全楽監督出てる富田亜美ちゃん、直子、うん、役の仲良くて、うん、家に遊びに来た時にたこパシよって言って、え、私たこ焼き器ないわって言ってたらたこ焼き器家にあったの。<laughs> 一家に一台たこ焼き器って言うじゃないですか。や,やっぱあるんだ。で、それがハローキティの20年前ぐらいのたこ焼き器なんですよ。<ー>焼けるんですよ、まだ。 全然現役全然現役で,でキティちゃんの模様がこうつくんですけどガビガビなキティちゃんがこうつくみたいな<あー> <laughs> それを二人でやりながらタコパワしましたねあれなんかあの揚げ玉みたいの入れますあ入れますれ生姜と揚げ玉とネギと、ね、そうですね長ネギとさすが何はそう入れますよキャベツ入れたりとか、ね、毎回まあでもお好み焼きは家でやんないかな 食早いですねおいしいしそう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 面倒が少ないしそうなんですよ面倒がね多くない方がいいんですよね自炊するともう洗い物も大変だしでもここのところあれですね増田さんもいろんなことやりながら打ち上げとか全然なかったんですもんねないんですよなのでもう下手したら一度も話したことがないまま終わっちゃうとかうん そうですね喫煙所とかでもなんか私たばこ吸わないんですけどあえて喫煙所に行ってあ<ー>あ<の>しゃべりに行ったりとか全裸監督の時は私喫煙者の役だったんでたばこをう、ね、吸うようにしてたんですねんなんで喫煙所に行ってそれからキャストの人たちとすごく仲良くなったんですけどやっぱそういう機会がないとなかなかこう話せないというかうんなんかあのよくたばこ吸うお母さんだったら、はい、あの子供はね タバコを吸ってる時お母さんに物頼へえはい、はいよそうだったかも <laughs> 私の母もハイビースモーカーでーあの機嫌悪い時は「お母さんタバコ吸えば」みたいな感じでそう分かってたんですよ、ね、そう行ってなんかガストとかであの、うん、ママさんバレエやってたんで打ち上げとか私連れてってもらっててで夜眠くなるじゃないですかで膝にこう枕で寝てたらもうバカバカ吸って私の中のお香は腹流炎なんですよ、うん <laughs> 落ち着くみたいな、うん、好きですねだからタバコの匂いはそうですよね、うん、僕もひどい時4箱ぐらい1日してたんです4箱ダメよ4箱ダメよお風呂に入って3本吸ってから出るっていうのが習慣だったんでマジですか、はい、最近は吸われてもう15年ぐらいもやめましたけどえやめれるもんなんですね,ねえなんと ある作家の別荘に行って一晩中ウイスキーとかあのお酒とタバコばっかりガンガン飲んで朝売ってるうー気持ち悪いと思って、えー、それでもなんかタバコに手を伸ばして自分みたいに嫌になってそれ見たことありますわす、ね、飲んでる時朝方、うん、みんなでベロベロになっているでしょそういう人いるいるもう無理気持ち悪い吐きそうって言いながらタバコに、ね、手が伸びるんですよね、うん、で帰りの新幹線でやめたんですへーすごいやめれたの 辞めれましたねでも半年後またちょっと吸い出したんですけど禁煙期間があると少しで済むようになってあ<ー>もうやめようと思って前ほど辞めにくくなかったです、ね、あ,あそうなんですね<ー>クラッとするって言いますもんねやっぱり視聴者の方もリスナーの方もいますよ絶対俺もやめようと思ってるけどそうそう、ね、吸っちゃうんだよなって言いながら多分吸ってますよそう,そう。<laughs> <笑><笑>あー気持ちいいっつって <laughs>。 まあ70過ぎたらそうと思ってるんですけどねあそうなんですか、はい、まあそれいいじゃないですか、うん、もうね、うん、<laughs> でももう今人生100年時代ですから <laughs> <ー>30年ありますよ70から吸っても大変ですね長生きは <laughs> 本当ですね私ももう60ぐらいでいいわと思いながら生きてますけど <laughs> いやいやいや <laughs> なんか 発注もですね。そうですよ。もっと話したいこといっぱいあるみたいな感じなんですけど。でもこれから、この楽しい芝居が待ってますからね。そうですよ。<う>皆さん。来てください。をやっててもすごく面白いと思うんで。あの、一応編集者なんで客観的に見れる力もあるんで。そ,それでも、結構面白いなと思う。自分で、自分で出て、自慢してどうするって感じですけど。うん、いや、でも、やってる本人たちが楽しいのが一番いいですからね。そうですよね。 で、こんな12人、女性だと12人、男性だと13人が出ずっぱりの舞台は、本当にない。2時間行かな行くか行かないかぐらいなんですけど、ね、もう本当にはけないんですよ、一人も。全くそうですね。なので、もういろんなね、役者を見ながら楽しめる舞台なんじゃないかなと思います。これやってて途中でトイレに行きたくなったらどうしたらいいんですか ペットボトボルとかに出してください <laughs> <laughs> 本当 <laughs> 確かにそれ言えてる<で>ね行きたくなったら大変ですね新宿シアタートップスですねそうだ詳細何も言ってないそうですえー我全道を面白がる会はてな人の面白がれない大人たち、えー、5月17日火曜日から22日の日曜日ですね,ですね新宿シアタートップスにて上演されます さっきも言ったんですけど、うん、男性バージョン、女性バージョンがありますので、ぜひ、あの、どちらか一方ではなく二つ。うん、それが一番いいですね。いや、てか、本当に楽しいと思う。うん。私、見に行きたいんですよ、ね。いや、僕見に行きたい。稽古だけのちょっとでも覗いてみたい。ねえ。しかも、石原さんの役、女性版だとないじゃないですか。そうなんですよ。だからいいですよね。なんなんでしょうね、これ。いや、面白い。<laughs> 面白すぎですよ。私でも同じ役の人が、竹石さんが同じ役なんでそうですね。 影響されちゃうなと思ってだからあの自分の千秋楽を終わってっ次の日が男性千秋楽なんであそっかそっかその日にこっそり見に行こうかなみたいななるほどでも完売してるんですよねそうそうチケットもあの結構残席少なくなってるるところもありますので行きたいという方はぜひぜひ早めにお願いいたしますやいや見たいな早く見たいですよ僕早く見たい女性チーム いや石原さんがどう演じるかちょっと緊張しちゃうな。セリフとか飛ばしません？だ言わないでそうなっちゃうんだ。ねセリフとかう飛ばしてそうだけどそんなこと言ったらひどいけど。いやそうなんですようどうやったら覚えればいいんですかもう。頑張りましょう。